んですけど、ああ、これはでもな、想像にくっつけて天杯取りぐらいじゃないですか。危険牌打って安い仕掛けしてるんだから、危険牌打っての天杯取りってあんまり意味がないような気がするんですよね。だからまあ想像この2から7まで引けば一応天杯しますからね。そういう形を取りに行くのがいいんじゃないでしょうか。あれ、ローソーとか大丈夫？大丈夫なんだ。俺にもくれ、ローソー。ああ、もう、でも最後のつまあるか。急走じゃダメだ。脳天。何待ちでした？ローピンとなん。全然取ってましたね。ドイツが4つ、チトチトリアンシャン10。まあ嬉しくないな。どうしましょうかね。ピンズ安そうなんで、ちょっとピンズ置いときたいですね、この辺。ちょっと、いまいち、この、苦しい点数状況から、抜け出せないでいます。キューピン残してるのはね、この、3人ともキューピン切ってるんで、この8と7、すごく残ってる可能性高いと思うんですよね。なので、ここで9から1メンツ作りそうです。そうなると、1個、2個、3、4、頭、みたいな。ね、チューン頭の、あの4面つなりチューンあんこの4面つってのもできそうなんですけど、シートイツ、シートイツになっちゃうの、シートイツのインシャンテンになっちゃいましたね。そうなると一旦テンパイして、できれば嘘を引きたいですけどね。あれメンツで、メンツで行って、チートイツ行ってやるよりも、忙しいな。まあ、ローソー引き、チュン三品のシャンポンが一番いいですけどね。あー、出たか。これポンで、甘露ソテンパイですね。ダイアンがどうも入って固まったりしている状態で、サーバーがの調子があんま良くないのかな、もしかしたら。そうなんですよ、ローソー引きのタイミング次第、結局ローソーを引かないまま待ちになっちゃいました。超愚形、ツムも期待できない。あ、そうか、そんなこと言ってたな、それ確かに、確かに先生言ってた、言ってたような気がする。自分が出したソースなんだ、すっかり忘れてる。ダメだ、もう棒のように攻めて、放銃するパターンだ、こんなの。もうチューン仕掛けた以上ね、もう、んなのもう、押すしかねえみたいな感じの手ですけど。赤嘘、しょうがないな。ほら、当たってみー。もう取った。せめて数層を引いて欲しかった。まあ普通はやめた方がいいですね。自慢で二巡しのいでその間にっていうところですからね。この赤嘘はやりすぎのような気がしますが、
結果はたまたまうまくいきました。あれですともう箱寸前になっちゃうんでね、そうなると次一回上がっても届かないとかそういうことが起こりうるんで、本当はやめるべきだと思いますけどね。今本か2万3万もしかしたらこのピンズのただ同然のピンズの状況がピンズの一色艇を導いてくれるかもしれない。もうポンしちゃうかこれだったら、そんなに切ってくれるんだったらローピンはもうないですけど、逆にこのピンズの周りいっぱいあるってことですもんね。こんなのいくらでもいいや、もうガンガン仕掛けますよ。9ピン引けばね、血についけるんですけどね。どうでしょうか。まあ、血についかないと意味ないか、こんなの。こんな。本いつだとね、バカ本だとちょっとね、ここまで、バカ本やるぐらいだったら、リーチ行った方が良さそうなんですよね。はい。なんで、血についきます。できれば無理本とか無理じゃないよ無理じゃないと思ってるから言ってるんですけどね。ただ一手早く、もう一手早く仕掛けとけばなっていうのはちょっと思いましたね。これパンマンポンか、この間は。すごいな今の発声が、発声が明らかに後でシャアの方がピュッて、なんでんだこのペーはよー。ローピン切りゃいいんですけどね、切らないこんなの。ギャラにリャンピンとか打たれた、ムカつく。パーピンか、3ピン重ねたいな、確かに。まあ、なんとなりそうだけどな。序盤の副隊の切り見て、もっとこの2巡目から反応しとけばよかったなぁと、まあ間に合わずでしたね。はい、まあマンガン作って、ハネマンのハネムツモの2着がまあ一応目指せますね。メンタンピンツモドラドラっていったところでしょうかね。まあ、ペイはね、別に痛くないんですよね。痛いとか、その、無駄相撲が痛い。無駄相撲っていうか、その、無駄だから、なんていうのかな。痛いだけで、別にペイしくったと思ってないんで、切る予定だったらね。切る、うん、だから、いいんですよね。
上がられてそのまま終わってしまう。かといって動くとマンガン止まり。まあマンガンでも順位上がるから妥協するところではあるんですよね。これはまあなるようにしかなんないからちゃいますけどね。ただこれテンパったらハネマンで2着か。まあ、2着だと、どうしよっかな。まあ3品入っ、全部リーチかな。テンパったらこうなると。くぅ。お前か。しょうがないかな。年単ドラドラでもとりあえず、順位は上がるんですが、ハネマンにはなりづらいな、これ。よっ。じゃあ、ロースを打ってくれればよかったのに。ダメでした。おしまい。3回戦終了。そう、そうなんですよ。本日の目上がってどうすんのって感じなんですよね。はい、ちょっと、まあ、もうすぐ入ると思いますけど。調子が良くないのかな？ん？どうなんだ？どうなんだ？しかし今日は三着トップ、ラスト。まあペイ4枚の時親です、親です、一応親です。ですよ。うん、まあ親なんですけどね。まあだから日給上がって連チャンっていう、もちろんそういう方の考え方もまああるとは思うんですが、てかそっちの方が普通なんでしょうけどね。まあ日給を取りに行くんだったら、もっと免税にこだわってる位置の方がいいかなと。あそこで一食に向かった以上は、陳逸にしないとなっていうのが僕の考え方なんですよね。あれ？うまく繋がってないな。入っちゃっていいのかな。まあいいや、入っちゃおう。もう。よいしょ。